はいどうもラグチャンネルです。ということで今回はこちらのダイソーのメスティンをご紹介したいと思います。やっと私の地元のダイソーにもこちら入荷いたしました。ずーっと品切れが続いてまして、今年の夏くらいに販売開始したと思うんで、手に入るまでに4ヶ月くらいかかりましたね。はい、もう冬になっちゃいますよ。転売屋はめちゃめちゃ売ってるんですけどもね、だいたい2000くらいしますんで、私がねこれ2000円で買っちゃうと1500円の利益が生まれてしまって、でその1500円の利益でさらにこのメスティンを3つ買って、さらに転売を繰り返すとか考えると腹渡が煮えくり返るので、ずっと我慢しておりました。皆さんもねなるべく店頭で買うようにしてください。はい、ということで早速見ていきましょう。メスティンハンドル付き1号用500円、めちゃめちゃ安いですね。簡単火力調節いらずの半自動炊飯、炒め物、煮込み料理、小物入れに使えますよってなってますね。それでは早速開けていきましょう。おー、めちゃめちゃ綺麗ですね。スベスベしてます。ハンドルがこんな感じで、蓋がカパカパですね。説明書が入ってまして、飯盒のやり方とかが丁寧に書いてありますね。え、ちょっと待って、え、あ、すごい、これバリが全然ない。え、全面、あ、全面バリが完全にないですね。いや、すごいな、これ。感動だな。トランギアだったらもう指が偉いことになってるけど。いや、なんかやっぱ、日本の企業が作ってるっていう感じがしますね。はい。まあ、メイドインチャイナってはなってますけども、いい感じですね。トランギアのメスティンとちょっと比較してみますか。こちらがトランギアのメスティンなんですけども、大きさが一回り小さいんですかね。厚さもちょっと小さい。蓋を重ねてみますか。こんな感じですね。はい。一回り小さい。ん？もしかしてこれ、あれか？え、綺麗に入るんじゃないの？これ、最高だな。完璧ですね。おー。え、これ最高じゃん。え、じゃあ、あれか。こちら、トランギアのメスティンのラージサイズですけども、え、これに入れたら、できました。メスティンインメスティンインメスティンですよ。すげえな。マトリョーシカみたいになってる。いや、まあ、ソロキャンだったら絶対こんなん持ってかないけど、でも、こうやって置いておけるのはちょっと気持ちがいいですね。めちゃめちゃいいじゃん。はい。これはめちゃめちゃ気持ちいい。で、次にハンドルについては、トランギアの方は結構渋みがあるんですけど、うん。こんな感じで。ダイソーのメスティンの方は結構これが柔らかいですね。これで開いちゃうくらい。うん、で蓋ですね。次にトランギアのメスティンの方はこれ30分くらいヤスリで削ってるんですけども、こんな感じでガパッと開く感じでいい感じに渋みがあるんですけど、渋みがあるっていうかいい感じの渋みになるように削ったんですけども、ダイソーのメスティンの方はこれもね、こんな感じでひっくり返せば落ちちゃうくらいにカパカパですね。はい。ただまあ、トランギアのメスティンの方は最初はなかなか蓋が開かなかったんで、それと比べると、どうせならもう最初から軽く開くくらいの方が私はいいかなって思いますね。はい。で、感動したのは、やっぱりバリですよね。バリ。まあ、こっちはもうバリ削ってあるんで、別に指切れたりしないですけど、最初はね、やっぱこんなことしたら指切れるくらいにここは鋭かったです。はい。なんですけども、ダイソーのメスティンの方はもう最初からもうバリなんて一切ないですね。はい。めちゃめちゃ安心して触れます。これはいいですよね、本当に。もうトランギアなんて最初、なんか野菜、人参とか切れるんじゃないかってぐらい鋭かったですからね。はい。そんな感じ。あ、それと、持ち手なんですけども、トランギアの方は、この持ち手のゴムのところがガッチリしてて、全然緩くないんですけども、ダイソーのメスティンの方は、このゴムの部分が、これ、見えますかね。ちょっと緩くてくるくる回っちゃうんですよね。なので全体的にダイソーのメスティンの方はトランギアに比べて取っ手はこんな感じでくるくる回るし、あと、ハンドルも、緩い、蓋もカパカパってことで、まあ別に支障はないと思うんですけど、全体的に緩いというか外れやすいようなそんな感じのスクリーンに見えますね。はい、ということでこれから実際にご飯を炊いてみて、ダイソーのメスティンとトランギアのメスティン、ご飯の炊き上がりに違いが出てくるのかっていうのを見てみたいと思います。はい。で、ちょっとさっき言い忘れてたんですけど、こちらよくあるポケットストーブなんですけども、トランギアのメスティンの方には問題なく入るんですけども、ダイソーのメスティンの方にはちょっと大きさが足んなくてギリギリ入んないですね。はい。もう少し大きかったら入ったんですけども、斜めにしても入んないですね。力ずくで入れようと思えば
ば入んないこともないかもしれませんけども、間違いなくまあ変形はしますね。はい。ということで、これからご飯炊いていくんですけども、私こちらのポケットストーブ1個しか持っていないので、今回はですね、こちらの丸型のストーブでやっていきたいと思います。こっちはね、2つ持ってるんでね。はい。で、今回は固形燃料で炊いていくんですけども、固形燃料の量はこちらに書いてある通り 25g の固形燃料でやっていきたいと思います。スタート。今始めて11分くらいなんですけども、ダイソーの方のメスティンの方から水滴が垂れ始めました。はい。おぉ、蓋がカパカパだから垂れやすいんですかね。トランギアの方は何にも起きてないんですけども、おぉ、激しい。ダイソーの方がカパカパ言ってる。はい。上に重しを置いてくださいとかは書いてなかったんですけどね。はい、それでは23分経ちましたんで火を消したいと思います。火が消えたら蓋を押さえてひっくり返す。で、ひっくり返したら布にくるんで15分待つ。ほいほいと。くるんでひっくり返す。はい。ほいと。15分間待ちまーす。はい、それでは15分経ちましたんで開けていきましょう。じゃあトランギアの方から行きたいと思います。よいしょ。はい、見た感じ問題ないですね。はい、じゃあ次にダイソーの方行きましょう。よいしょ。じゃあ行きます。はい、おー、こっちも問題なく炊けそうですね。パンパンですね。すごいお弁当箱みたいでめちゃめちゃ美味しそう。中どうなってるか見ていきますか。じゃあまずトランギアの方。はい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 、こんな感じ。うん、いい感じに炊けてますね。ご飯もべちゃっともしてないし焦げてもない。かなりいい感じに炊けてます。じゃあ次ダイソーを見ていきましょう。すごいみっちりしてる。みっちりいいね。こっちがトランギアのメスティン、こっちがダイソーのメスティン。はい、全然問題なくどちらも炊けています。はい、ちょっと食べてみましょう。いただきます。どっちも美味しいです。はい、ということで今回はこちらダイソーのメスティンとトランギアのメスティンを比較して実際にご飯を炊いて食べてみたんですけども、どちらもご飯美味しく炊くことができました。炊き上がりにほとんど差はなかったんじゃないかなと思います。ただダイソーのメスティンの方は少し小さいので、こんな感じでかなりご飯がみっちりした感じで炊けます。なので、大きい具材を使った炊き込みご飯とかにはもしかしたら向かないのかなとか思ったりはしました。あとはトランギアに比べてまあ、ハンドルが少し緩かったり蓋が外れやすかったりはするんですけども、ご飯を炊く分にはほとんど支障がなかったので私は気にはならないですかね。あとはなんといってもバリがないのが嬉しいですし、こちらのスモールサイズのトランギアのメスティンにすっぽり入ってしまうっていうのもすごい嬉しいですね。はい、こちらの商品ぜひ気になった方はダイソーに行って買ってみてください。最近はですね、結構在庫補充されてるみたいでしたので買えるんじゃないかなと思います。ただもし在庫がない場合でも転売ヤーから買ったりはせずにね、きっとまたすぐ入荷すると思いますのでちょっと待ってみてください。はい、まあ転売ヤーから買ったらもうキリがないですからね。もうスパイラルですよ、エンドレスですよ。はい、ということで今回の動画面白い参考になったと思っていただけましたら、ぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということでここまでご視聴ありがとうございました。ラグチャンネルのラグさんでした。それではまた、バイバイ。さーて食べますか。冷蔵庫に卵とちくわぐらいしかなかったんだよね。これだけあれば全然美味しくは食べれますけどね。